ちらの楽曲はですね、私が、携わらせていただいた、関わらせていただいた作品のテーマだったり、そういう中から一曲選ばせていただいて、私も大好きな楽曲なので、この曲をお届けしたいと思います。させていただきました。これはですね、私も平のとここさん役で、参加させていただいた平家物語という作品のテーマでしたね。毎回この楽曲がね、作品とともに合わさると本当にグッときて、ただただ楽曲を聴いても歌詞が刺さって、はい、そんな素敵な2曲をカバーさせていただきました。